どうも、タワタブラザーズです。兄のよしきです。弟のたくみです。今回はなんですけど、兄貴の野球道具が見たいと、どんなのを使っていたかとか。めっちゃ気合入れて、もうユニフォーム着てもらう俺も関係ないけど、ユニフォーム着てる。今日は俺の紹介やな、道具の。そう、だからホームランボールとかも見たいし、まあとりあえずいろいろ見たいな。遠いんでどんなのを使ったか全部あるよ。もうそれをぜひ見させてください。わかりました。それでは行きましょう。落ちてもてるよ、いっぱい。そのメダルの下の、それは何なの？ファーストミットの。ファーストミットやね。甲子園で使ったやつ、はい。夏バージョンかな。春は家にあるかも。あ、2種類あんのよ。2種類あんの。マジで？そう。え、それどんなのか見せてください。まずファーストミットからいく。そうやな、ファーストミットからやな。まず、水のプロですか、それは。水のプロですね。何点かこう、いじってるのがあって。うん。まずここやな。こう、見える？あ、刺繍か。刺繍。それなんて書いてんの？ここ春夏連覇ってこう連覇する前に一応入れてみた。あ、連覇する前に入れた。する前に入れてみたら、うん、ほんまにしようもないみたいな。そういうことな。する前に入れたパターン。ああ、それ渋いな。でもそう、入れたパターンで、ここの親指の、うん、刻印やねんけど、うん、あ、ほんま大阪桐蔭って書いてるやん。見える？うん、大阪桐蔭って書いてるわ。ここほんまは多分水のプロとか書いてないけど。そうやな、普通はそうやな。刻印を変えてみる。あー、それ渋いな。これええやろ。総員の人全員やってんの？全員はやってないけど、まあやる人は多いな。あ、そうなの、うん、それは渋いな。それは他は、それはまあ中の刺繍やけど、まあこれはな、別に。それは何て書いてますか？人に優しく。人に優しく、ええなえ、そのでも春夏連覇渋いな。あ、これな。それはオッケーな。あかん。あかん。あかんから、こうちょっとこう塗って、あ、馴染ませてる。馴染ませてる。ああ、あかんと思うで。多分表だったやつ、これは多分いい。あ、そこは親指はいい。大阪桐蔭書いてるやつ、それかっこええな。次何行きましょうか。見えてるスパイクやな。スパイク。あ、全部水のな。ちなみに全部水、まあ、見てもらったことで。バットもまあとりあえず水。あ、 V コングな。ああ、スパイク。スパイク。スパイクはもうこれは多分あんまおらんと思うで、この高校生。なになに？マジックテープ、うん、1,2,3,4つ付きのハイカットみたいな。あ、そんなんの。おう、え、そうなの。紐と比べてどうなん、それは。いや、俺は別にその足速いキャラじゃないから、うん、そっちの方がいい。こっちの方が楽ちんや。まあ紐ほどけたりせえへんしな。で、用意すんの遅かったし俺。あ、そう、それの方が。紐結ぶとか動作があったら遅なるから。俺多分これが合ってて、それでも楽やな。このスパイクでも、だって俺用意一番遅かったからな。何してんの、大阪桐蔭。これ結構珍しいな。珍しい。それ何センチな？足のサイズは何センチ？29かな。あ、8半や。8.5 ですね。8.5 で、おー、まあ、ヌバックってやつ、これ。当時流行ってて。え、それ雨あかんの？いや、知らん。雨でも履いてた。雨は雨用があったんやけど。あー、なるほど。で、この裏が、まあ、半永久紙みたいな。あんまり減らへん。すり減らへんやつ。めっちゃええな。そこは完璧やん。え、桐蔭はみんな、あれな。じゃあ、マジックテープ。いや、そんなことない。あ、そう。マジックテープなんか少ないんちゃう？まあ、早いし、楽やし、みたいな。そう、これはええよ。それめっちゃいいな。おすすめです。このマジックテープ4が。皆さんぜひ。次は、バットか。バットよ。バットは気になるな。どのバットであんだけ売ってたんだろう。甲子園で使ったやつって、この、甲子園使ったこの、3って入るんよ。あ、ほんま入ってるな。入ってるやろ。うん、それは春夏兼用で使ってた。夏やな。ちなみに何センチぐらいな、それは。これは86センチ。86って長ない？高校生にしたら、ね。製造してません。どういうこと？オーダーしたってこと？そうですね。ないんですよ、このバット。僕しか持ってないんです。86センチの。うん。それを作ってもらったの？そうそうそう。作ってもらって、うん、使ってたんやけど。それエグいな。いないですね。重たい、やっぱり。いや、まあ通常よりは絶対重たい。まあまあ、そりゃそうやもんな。それで大谷翔平選手からホームランと。そういうことですね。夏2発と V コングで。すごいな。今でもあるやんな、 V コング。 V コングあると思う。結構やっぱこれ触れるのに時間かかるからね。基本83か4やんな。83か4で、オーダーの限界が85センチやねんけど、それを特注したと。センチ伸ばしてもらったと。こだわるな、やっぱ4番バッターは。グラム単位でこう調整したからね、バット。そんなんできんの？で、その調子に合うてるやつを使おうみたいな。プロ意識やな。
そうやろ、うん、それじゃあそのバットで打ったボールがその下の3つか。これがねホームランボールだな。あ、甲子園の打ったやつ。うん、これやな。弾道高い。どん詰まりやん。え、詰まっとったの。どん詰まりでレフトスタンドギリギリ入ったやつや。それなんて書いてるの。俺は、うん、大阪桐蔭田畑芳樹君、はい、第18号レフト越え本塁打対木更津総合平成24年8月13。おー、渋いなー。それが夏第1号と。これ夏第1号。はい、えぐいな。次が、あの正々光線ちゃん。そうやね、今プロ野球選手の。あ、左ピッチャーの大竹君。大竹選手です。あれもえぐかった。あれは、うん、木更津総合で打ったホームランと 真逆のホームランやったな。これなんか取られへんの硬すぎて。それが第何号な。これが第40号、うん、あ、第40号、うん、そんな出んねんホームラン。で、8月18やからや、5日後4日後4日後に、今ソフトバンクの、はい、投手から打ったやつ。これ覚えてんね、外のまっすぐやんな。外のまっすぐ完璧や、打った瞬間やったあれ。打った瞬間マジでいったね。あの弾道でいっちゃう。え、結構やばかった。え、結構見てたらやばかった。見に来てたテレビ。いや、多分休憩してた。あ、休憩所で見てたんや。ほんで大歓声出てダッシュで戻ったらなんかヨシキ回ってんねんや、類上。あれ売ってるやんみたいな。生で見てへんな。生で見とけよそこは。ほんでハイライトみたいなんで、うん、えぐいのを見た。ああ。でも結構外ギリギリやったで。あ、そう。うん。打ったボール。打ったボール。あんな。映画の見たんですわ。まあそれはバットのな、特注してくれた。そうやな。おかげちゃうか、それは、うん。それはあると思うわ。うん、ほんで最後のボールが。翔平。翔平選手、はい、翔平来ました。大谷さんですよ、ね、これがなんか一番いいボールや、一番消えてるから。あ、もう年季入ってるみたいな。年季もうこう分からない。インクギリギリで書き張ったんじゃない。切羽詰まっとった。もうインクギリギリで絶対書いてるわ。それ第何号なの。あれ1回戦やった3号。3号開幕戦の最終戦の3試合目かな。あ、それ前にもう日本出とったってことやな。そう、すごい。3月21日って書いてるわ。ああ、まあ今年なあかんかったけどな。そうやな、すごいな。それ打った感想とかない。打った瞬間はもう完璧。あ、もう完璧。うん、いったと思って。うん、何を打ったんだっけ。スライダー。あ、スライダーか。うん、でそのまあホームラン打つ前のスライダーファールにしてるしてんねんけど、うん、もうあれがやってもたと思って甘かって。あ、ミスショットで。ミスショットで。あ、それを次に次に全く一緒の球来たから、まあ、打ち直したみたいな感じで。あー、しっぷいな。しかし兄貴、 その次メダルもいいですか。メダル、それは夏の。これが選抜やね。あ、春の選抜。うん、おー、こっちの方がなんか華やかじゃん。豪華やな。うん、でも一応青ですね。春の青だ。春の青、うん、どういうこと。なんか春って青っぽい。春は桜やね。次はこれが夏の優勝のやつかな。四角の。四角。選抜が丸やったんか。選抜の方がなんか豪華や。で、重さは一緒ぐらいか、うん、ちょっと重たい。あ、重さ一緒ぐらいなんや。うん、この夏のメダルです。それええな、かっこええな、やっぱり。ダブル掛けできる人ってやっぱ少ないからな。うん、まあ、春夏連覇だな。うん、ダブル掛けで。じゃあおめでとうございます。ありがとうございます。なんなんそれ。これが広島カープの、うん、広島カープ高橋宏樹選手からもらったグローブ。高橋宏樹選手、うん、自分たちの年の広島のドラフト1位。へ、うん、もらったの。もらったよ、これ。めちゃめちゃいいよ。広島で追いがてら、ちょっとグローブくれ、言ったくれ。パワーセールスやな。あと、バットも結構もらったよな。あ、バットな。うん。エルドレッドとか。エルドレッド、堂林とか。渋すぎ。堂林は見たことあるわ。もらった。書いてるやつ、名前。
なんかまたもらいに行かな。やっぱ全然ちゃう革とか。え、いいでこれやっぱ。めちゃめちゃいい。すげえいい。あ、やっぱすごいな。亀田人にも分かるけど。プロ野球選手は。俺のこれも負けてへんけど。それも安いけどな。これもだいぶいいね。全然ちゃう。全然ちゃう。おお。このやっぱ刺繍がかっこいいやな。そこなんか広島カープみたいなの書いてない？あ、書いてんの？カープ高橋みたいな。ああ、プロはオッケーなんだな。プロはオッケーやそれな。全然磨いてへん言うとったけどな。プロ野球戦磨かんの？そんなん言っていい？いやいや、ええやろ。まあこれぐらいかな。そうやな。選抜のファーストミートまた今度あげようか。あるからな。あ、そうやな。俺もあるしな。匠も超隠し玉やん、お前の場合。キャッチャーミットをある人から。誰からもらったかな。そう、ある人からもらったよな。ある人。今やもう、今やもうすごい人やね。すごい人やね。その人がもらえば。家まで取りに行ったからな。タクおらんかった。そう、おらんかったんけど、高校の時ヨシキが持ってきてくれたな。あら、嬉しかったな。ほな、そんな感じですか、道具は。道具はこんなもんやね。はい。どうでした？いやーね、すごかったよ。全部甲子園使ったやつだからな。すごい。やっぱバットにはしっかりこだわってるんやなと思った。バットこだわってる、うん。そんなんでもできるチームも少ないよな、こだわれる。まあ少ないな。そんな文句言えるっていうか。そうやな、文句言えるのは少ないな。なあ。それはすごいな、やっぱり。うん、道具紹介、どうでしたか、皆さん。インスタライブとか兄貴やってんねんけど、そこで質問とか結構あったからな。そうやね。どんな使ってたんとか、グローブとか。そうそうそう。これはすごいと思う。この、春夏連覇。それな。で、たくみが、道具紹介するときに、俺の、まあ、ある人からもらった、キャッチャーミット。もう涙だもんな、あれ。それを、紹介していきたいと思います。では、ここで、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。プロに行ったチームメイトの話を聞きたいです。タクはだから姫野が言ってるから。春夏連覇同士の対決は勝てる自信ありますか？藤浪森対根尾藤原みたいな。